およそ500棟の住宅が浸水したとみられる松島町では、今日から罹災証明書などの申請の受付が始まりました。申請の受付は、町役場の2階に設けられた窓口で行われています。住んでいる家の被害に関する罹災証明書と、空き家や店舗、車など住居以外についての被災証明書の2種類で、今日正午までに合わせておよそ60件の申請があったということです。倒木によって、家に木が突き刺さるような状態になっちゃったのと、あと土砂崩れで、家の方の車が、家にぶつかってちょっと大破してしまったというような状況です。松島町によりますと、今回の大雨ではおよそ500棟の住宅で床上・床下浸水の被害が出たとみられるほか、45箇所で土砂崩れが発生したということです。また水田の冠水など農地の被害も発生していますが、被害面積や被害額などはまだまとまっていません。